ライジングも初参戦なんで、もう少しでも盛り上げようっていう思いがあったんで、まあ、ちょっと盛り上げようとしすぎたかもしれないですね。やっぱりアウトサイダー出身ってことでレベルが低いとかいろいろ批判されることが多いんですけど、どこが出身とかは正直関係なくて、まあ、強いやつは強いんで、まあ、そこを俺が証明したなって思います。楽しかったっす。気持ち、とにかく気持ちよかったっす。本当に入場から全部楽しもうと思ってたんで。映像を見た感じでも、まあ、確かにテクニックとかあると思うんですけど、もうスピードとか全然俺のがあるなっていうのはあったし、まあ、絶対勝てるなって思ってたんで。いただくと朝倉ゴールドのトランクスをつけていますだというふうに緻密に見えてきます。藤井さん打撃して、こう相手の試合映像を見たら結構三日月蹴りという前蹴りが飛び出て結構出してるのが分かったんで、まあ、そこに右フックを絶対合わせるっていうのはもう作戦だったんで。できた選手を相手に打撃で KO したっていうのは多分大きかったと思うし、そういう面ではインパクトを残せたのかなっていう。